日3キロですね。3キロ1日3キロ30とかだったね。はい、ということでこちらこれ一般販売ということで、野菜を準備してもらえれば、野菜とニンニクですね。ニンニク、はい、そうですね、はい、を準備してもらえれば、まあ、全国各地でお取り寄せしていただければ食べられるということで、はい、まあ、大人気の幸一郎さんの幸次郎と、まあ、小涌さんのコラボというか、北海道の道産食材こだわって作った、まあ、お取り寄せラーメンということですよね。ちょっと今回試食会ということで僕呼ばれてるんですけれども、ちょっと早速食べていきたいと思います。うん、うん、これは美味しいですね。実際にね、目の前でこう鍋を振って作ってもらってるっていうのもあるかもしれないですけど、この醤油のね感じはね、ちょっとこの幸次郎好きな人にはたまらないんじゃないですかね。うん、がっつりいけると思います。そしてこちらね、油がついているということなので、それをね、茹でた野菜の上にかけて油のサラダにいただくという感じですね。うん、まあ、お家で作れるということなんで、野菜増しにしたい方も、増し増しにしたい方も、逆になしで食べたいっていう人でも、まあ、調節していけるというのがいいですね。麺が出てきましたけども、こちらに爆心堂さんのと、まあ、幸一郎さんで作った本当に特注麺ということですね。このがっつりとしたこの、ね、太麺な感じがね、まさにいいですよね。しなしでね、バツッとした感じのすりごたえ、そしてこのね、なんていうんですかね、スープのね、この醤油のキリッとした感じと背脂の甘みで、これがね、うまく麺運んでくれますね。そしてね、幸一郎さんといえばね、神豚とかね、有名だと思うんですけれどもね、この豚もね、美味しいんですよね。で、今回は、富良野から冷凍じゃないお肉、めちゃくちゃ鮮度にもこだわったね、お肉来てますね。もう見るだけでね、すごい美味しそうなんですけど、ガツッといきます。うん、これ美味しいですね。豚やばいですね。やばいです。しっとりとした感じもね、うまいですよね。とろけちゃいますもんね、すぐね。うわ、これはちょっとお取り寄せならではっていうか、ちょっとプレミアム感もあっていいですね。うん、久美さん。ということで、まあ、幸一郎さんと小涌さんのねコラボで生まれたということと、まあ、これね、お取り寄せとしてもかなりねクオリティ高いんじゃないかなと思いましたね。皆さんもぜひお取り寄せで食べてみてはいかがでしょうか。ごちそうさまでした。